鳩山一郎、鳩山一郎、鳩山一郎、1883年、明治16年1月1日から1959年、昭和34年3月7日は、日本の政治家、弁護士、第52.5354代内閣、総理大臣、伊体君等は正ら倉大君に、55年体制最初の内閣総理大臣、1912年、 大正元年に東京市会議員に当選。1915年、大正4年に衆議院議員に当選して、以来、政党政治家として活動。1954年、昭和29年マイナス1956年、昭和31年の首相在任中、保守合同を成し遂げて、自由民主党の初代総裁となり、日本とソビエト連邦の国交回復を実現した。 また、彼の内閣、鳩山一郎内閣から55年体制が始まった。戦前は主に立憲声優会の議員として活躍した。ただし、1924年、大正13年の声優会分裂では、声優本島に参加して一時期声優会を離脱していたが、1926年、大正15年には自身が中心となって、 合計二十六名で、声優会に復党し、田中義和総裁に気に入られて、副党早々に、幹事長に登用されて、党内の反発を受けた。1927年、昭和2年の田中義和内閣でも、内閣初期官庁に就任するなど、徴用された。1930年、昭和5年、第58帝国議会のロンドン。 海軍軍縮条約の批准をめぐる論議では、軍縮問題を内閣が云々することは、天皇の統帥権の甲板にあたるとして、浜口内閣を攻撃、浜口首相狙撃事件の原因となった。また、この時期の声優会は、田中義和、鈴木喜三郎両総裁のもとでリベラル派が屈服させられて、右派、新軍派が主導的になっていったとする見解もあり、 この説を採用するならば、義兄、鈴木の入党を田中に仲介したとされている鳩山が、結果的には、こうした動きに加担してしまったことになる。さらに、第二次、若月内閣末期には、山本帝次郎、森津と村と共に、陸軍首脳であった、長田哲山、今村人、志、東条秀樹らに当格を持ちかける。これに関しては、陸軍が拒否したといった。 議会人としては極めて問題のある行動にも及んでいた。こうした行動は戦後になって GHQ から軍部の台頭に協力した軍国主義者として追及され公職追放の一員となった。統帥権反般論は議会の軍に対するコントロールを弱める結果となり、これを根拠として軍部が政府決定や方針を無視して暴走し始め、以後、 政府はそれを止める手段を失うことになっていく。鳩山は犬飼内閣から斉藤内閣にかけて文部大臣を務めたが、1932年昭和7年に義兄の鈴木が犬飼武氏の後を受けて政優会総裁となると、党内の実力者となった。1933年昭和8年の京都帝国大学の滝川幸都の学説、 思想を引とする、いわゆる滝川事件の際には、兄弟総長に対して滝川教授の免職を要求し、これが拒絶されると、文官文言令によって一方的に川を休職処分にした。このことは、戦後になって批判された。カラフト工業から賄賂を受け取ったと、声優会から攻撃されたカラフト工業問題の際には散々弁明した挙句。 明鏡止水の心境で、うんぬんと発言したところ辞職の意思表示だと報道され、嫌気がさして辞職した。明鏡止水は流行語になった。この事件は、声優界の久原久之助による内閣攻撃の一環であり、数密院の平沼木一郎が後ろで糸を引いていたという。定人事件では、台湾銀行東取に働きかけて11万株の 成人株を払い下げさせたと言われたが、そもそもこの義国事件は、左上の廊下で、ここでも、平沼喜一郎の画策があったとされている。1936年、昭和11年2月20日の総選挙で、総裁の鈴木が落選するという失態を演じると、鳩山は宮中に工作を行って、鈴木を貴族院議員に直線させ、これを根拠に、 鈴木の総裁居座りを実現させるが、党内から大貧縮を買う。鳩山は総裁代理として、党を主導しようとしたが、特に軍部と迎合しようとする多数派とは一線を、隠し、軍に近い中島地区兵、前田米蔵、島田敏夫らと対立した。1939年、昭和14年の声優会分裂に対しては中島を、総裁に担いだ、前田。 島原新軍派の声優会革新同盟、革新派、中島派に対し反中島という点で鳩山と一致した久原を担ぎ自由主義的な政党派区原派を結成したが、久原は中島、前田、島原以上の新軍派だったためやがて鳩山は、久原とも対立した。1940年、昭和15年に、鳩山は、 民政党総裁の町田忠春と国秘に会談し、声優会の政党派と民政党を合同させて、新体制運動に対抗する相談を行っていたが、それを潰すために圧力をかけたのがク原ラであった。1942年、昭和17年の翌3選挙に際して、自由主義政党人として、議会制民主主義を守る立場から反対した。1943年、 昭和18年の第81帝国議会では東条内閣による戦時刑事特別法改正案に反対し、翌3政治会を脱会した。その後は軽井沢で陰遁生活を送った。引っ込んだ理由としては、軍部の優がままに流される議会に失望し、その潮流に巻き込まれたくなかったこと、東条秀樹の対抗馬になり得るのが、 この F ・ミマロやきど・こうイのようなインテリしかおらず、兵隊上がりの登場を退陣させることはとてもでは、ないが無理であると考えたことが挙げられる。第二次世界大戦終結後、1946年、昭和21年の総選挙で、日本自由党が第一党になり、鳩山総裁が首相の指名を待つばかりとなったが、就任を目前にして、 戦前の統帥権甲板問題を発生させたこと、当 GHQ が問題視したため、同年5月7日、公職追放となる軍国主義対等に協力したとの理由の他に戦前、声優会の総裁の時に、ナチスドイツのアドルフ・ヒトラーの行政政策を成功と言ったことと戦後のアメリカに批判したことが、各新聞の記事に載ったとの理由、統帥権や滝川事件を参照のこと。 また追放解除目前の1951年、昭和26年に脳梗塞で倒れた。首相の座を目前にしての追放、病気と不運な状態が続いたことから世間の同情を集めることになった。貴族主義的でワンマンと呼ばれた吉田茂が不人気で政権を降りた後、首相になると1954から1956年、鳩山ブームを起こした。 在任中、名優で寝技師と言われた、三木武義の尽力により、日本民主党、自由党の保守合同を成し遂げ、自由民主党を結成。これにより、保守勢力と革新。この時点では、社会主義勢力を軸とした55年体制が、確立された。また、吉田前首相のアメリカ中心の外交から転換し、懸案であった、日ソ国交回復を成し遂げた。 日本の独立確保という視点から再軍備を唱え、会見を公約にしたが、与党で会見に必要な3分の2議席には達しなかった。また、会見を試みるために小選挙区制中心の選挙制度の導入を図ったが、野党からはもちろん、与党内からも選挙区ありが、旧民主党系寄りという反対があり、デリマンダーならぬハトマンダーと批判され、実現には至らなかった。また、 エネルギー政策での功績では、原子力基本法を提出、成立させ後の原子力発電時代の礎を築いた。1956年、昭和31年の日ソ共同宣言により、国交を回復した後に、内閣総辞職、政界を引退した。その後、友愛青年同士会を育成する他は、療養生活を送り、長男、 鳩山一郎の末っ子、鳩山邦夫が学習院初等科4年から5年に進級直前、1959年、昭和34年3月7日に没した。去年77、万76歳没。なお、鳩山内閣期の1955年、昭和30年に在日米軍の駐留を認める、休日前安保に代わる条約として、在日米軍を撤退させ、 日本の集団的自衛権を認める日米相互防衛条約を検討し、茂光葵外相がアメリカに打診したが、国務長官だったジョン・フォスター・ダレスは、日本の軍備の不十分さなどから非現実的とこれを一周した。同席していた岸信介、党幹事長は、このダレスの対応に大きなショックを受け、安保条約の改正のためには、自主防衛努力の姿勢や、 西側陣営に属することを明確化する必要性があることを痛感、自らの政権でそれを実現していくことになる。鳩山一郎の提唱する UI は1938年に出版されたリハルトクーデン報フ・カレルギーの著書ザ・トタラテイリアン・ステート・アゲンストマン直訳全体主義国家対人間を原点としている。もともと同書は 空伝豊富カレルギーのアメリカ亡命を手助けした日本人外交官、米沢菊治に贈呈したものである。米沢の帰国後、本は、バセ田大学教授、市村ケサ蔵の手を経て、鳩山に渡され、彼の手で翻訳されたのである。他の多数の空伝豊富カレルギー本は、空伝豊富カレルギーの依頼で1920年代後期に、パンヨーロッパを翻訳。 出版した元外交官の自民党議、鹿島森之助、鹿島建設により戦後、翻訳、出版された。鳩山は、フラタニティ、フラタニテイ。元のドイツ語は、ブリューナーリヒヒカイトを、友愛と役質、自由と人生の放題で1952年、昭和27年に妖妖者から出版した。パンヨーロッパ論社、空伝法ルギーは、 ナチスドイツにとって不都合な人物であった。伯爵はナチスに暗殺される恐れすらあり、国から国へとヨーロッパ中を逃亡し、1940年リスボンから米国へ亡命することになった。亡命の詐称手続きに宿泊する空伝報フカレルギー伯爵を何かと手伝ったのが、ポルトガル公館長米沢菊次である。 白爵が亡命に成功する1940年8月、それはナチスドイツが日本、イタリアと日独食い三国同盟を9月に締結する前月の出来事である。空伝法フカレルギー白爵は白爵をオウナチスと手を組んだ国家の大使でありながら白爵の世話をしたヨネザーとの別れに際し、このザトタラテリアンステートアゲンストマンを送った。ザワは帰国後、 国際ジャーナリスト松本重春に同書を課し、松本は軽井沢で政治学者市村けさずを日本女子大総大に課した。市村は軽井沢の学者村、友達の村の発起人であり、松本も参加していた。鳩山は軽井沢で市村から同書を受け取って翻訳したのである。出版を強く進めたのは政治評論家岩渕達夫である。 鳩山は、友愛の普及に努め、彼の孫の代に引き継がれるに至っている。財団法人日本友愛青年協会は、鳩山一郎の友愛を、文字通りの友愛、友愛と紹介している。友愛は、自由と人生で述べられる、友愛思想、友愛革命、友愛社会に即した思想である。日本友愛青年協会の見解としては、友愛は体系化された理論ではなく、 今後、人々が研究を深めることで完成されるという。空伝法不カレロギーの思想に則っ,った、友愛が目指すのは、母性愛による優しい世界づくりである。格論は、相互尊重、相互理解、相互扶助、人道主義、人格主義、協力主義、騎士道、武士道、宿女紳士としての人間関係構築等である。友愛運動の理念であるところの、 人格の尊厳に基づく、相互尊重、相互理解、相互扶助、または、相互協力を、友愛三原則という。1953年、昭和28年、友愛を標榜する、友愛青年同士会が結成され、鳩山一郎が会長に就任した。一郎は10万人の会員を率いる会長として、政財界で指導力を発揮した。 1959年、昭和34年、友愛をさらに広めるべく、財団法人日本友愛青年協会が設立された、一郎の妻、カオルが理事長就任。1973年、昭和48年、友愛青年同士会は、友愛青年連盟に名称を変更。1998年、平成10年、友愛青年連盟は、 財団法人日本友愛青年協会と合併し、2011年から一般財団法人日本友愛協会となった。関連団体に、友愛婦人会1958年結成、友愛クラブ1967年発会がある。また、各地に友愛産総が設立されている。空伝法復カレルギーは、鳩山の友愛青年同士会名誉会長を務めた。 フリーメイソン D は、友愛の団体である。日本のフリーメイソン D に取材をした、ジャーナリスト赤間強の著書、フリーメイソンの秘密世界最大の結社の真実、1983年、によると、赤間が、フリーメイソンライブラリーのカードを閲覧したところ、鳩山一郎は、1951年3月29日、入会、ロッジ番号ナンバー2とあった。入会場所は、 東京路地ナンバー百二十五鳩山は、河井や八と共にフリーメイソン第二階級、第三階級に昇進した、九百五十五年三月二十六日。鳩山は、友愛精神という言葉のほか兄弟愛という言葉を用いて、昇進の挨拶をした、九百五十六年六月五日。空伝報復アレルギーもフリーメイソンであったが、白尺のパンヨーロッパ連合が、 フリーメイソンと関係があると批判されていたので、白爵は1926年に、ウィーンのフリーメイソンロッチヒューマナタスを辞めた。白爵がこのロッチに所属していた事実はナチスが、暴露したとあらゆる文献で確認できるが、他のロッチで再び、フリーメイソン議員に参加したという話は出ていない。白生障害版ヨーロッパ連合を継続した。 三つくり銀床と鳩山一郎の講にも関連経図楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。